こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ、霊夢。今日はクジラに寄生する生物たちの実態を紹介していくぜ。霊夢はクジラにブツブツがあるのを見たことがあるか？クジラってあの海を泳ぐクジラよね？気にして見たことはないけど、どうして？クジラはその大きな体から、他の生物に寄生されることが多いんだ。寄生？寄生虫とかかしら？そうだな、寄生虫ももちろんいるし。え、もしかして怖い話する？ちょっと怖いかもしれないが、できれば最後まで聞いた方がいいと思うぜ。そうね。怖いけどちゃんと聞いてみるわ。特に最後に紹介するクジラジラミは特にヤバいから、心して見てほしいんだぜ。それから、このチャンネルではクレイジーな生き物を中心に面白い生物を紹介していくから、チャンネル登録とベル通知を押して応援してくれたら嬉しいぜ。高評価とコメントもぜひよろしくね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのはオニフジツボだ。フジツボって、あの岩とかについてる貝みたいなやつよね？その通りなんだが、実はフジツボは貝類ではなく、カニやエビなどの仲間の甲殻類なんだ。そうなんだ。ただ、岩場や他の生き物などにくっついて生きる固着生活に適応するために、歩行に用いるような足はついていなくて、ツルのようなツル足がついている。これはプランクトンなどをろ過して食べるために用いてるんだぜ。生物学上は甲殻類だけど、実際は甲殻類と同じような生活をしているわけではないのね。その通りだぜ。そしてオニフジツボはフジツボの中でも、ザトウクジラにのみ固着する種なんだ。動くクジラにくっつくなんてどうやってるのかしら。フジツボ類は頭の触角にあるセメント線から固着するための物質を出して固着生活を開始するぜ。オニフジツボはザトウクジラの体組織に食い込んで固着するから泳いでても落ちることはほとんどないぜ。クジラって結構な速さで泳いでるんじゃ？実はクジラの泳ぐ速度は、人間が歩くのと変わらないくらいだ。だからフジツボが付着しやすいんだぜ。思ったより遅いわ。でもザトウクジラにだけくっつく種類がいるなんて不思議ね。フジツボは幼生の段階で固着する場所を探し、すでに他の個体が固着しているところに群生するんだ。どうして群生するの？生態は固着生活をするため、動き回って繁殖相手を見つけることができないからと考えられているぜ。そっか、甲殻類だから交尾を行って繁殖するのね。でも動かないのにどうやって交尾するのかしら。フジツボは雌雄同体で長い無地状の有性生殖器を持っているため、主に隣接した個体と繁殖していくぜ。なるほど、クジラの皮膚に引きこもっていても繁殖に支障はないのね。ザトウクジラにフジツボが固着されると、泳ぐ能力に支障が出ることもあるんだぜ。30トンのザトウクジラに対して、平均450キロものフジツボが固着しているからな。ザトウクジラかわいそう。ザトウクジラに対抗手段はないの？クジラ類は体の表面の代謝を保つため、古びた皮膚を定期的に擦り落とす、赤すり行動をとるんだ。ちなみに、白イルカやホッキョククジラは岩場で赤すり行動をとっているのが目撃されているが、ザトウクジラがどう行っているかは長年わかっていなかったんだ。あの巨体で岩場で赤すりしたら、岩が崩れそうだわ。ところが、2021年から2022年にかけてオーストラリアで観察が行われ、どうやって赤すりをしているかが判明したんだぜ。どうやって行ってたの？ザトウクジラは水深50メートルまで潜って砂地に顔をゆっくりと突っ込み、横回転をして赤すりしていたんだ。砂なら崩れる心配はないわね。しかも近くで複数の個体が赤すり行動をしていて、求愛行動やコミュニケーションの後に行われていた。このことからコミュニケーションの促進をする場にもなっていると予測されているぜ。人間が友達や家族と温泉に行くみたいなものかしら。そのあたりはまだ研究途中なんだぜ。少なくともオニフジツボが皮膚に対して異常を与えて、痒みなどを感じていると思われるんだぜ。皮膚にくっつくっていうから共存していると思ったけど、実際はオニフジツボが勝手に引きこもってただけなのね。次に紹介するのはアニサキスだ。アニサキスってなんか聞いたことあるわ。アニサキスが人間の体内に生きたまま入ると、アニサキス症を引き起こし、胃痛や嘔吐などを引き起こすぜ。冷え、怖い。ただし人間の体ではアニサキスは生体になれず、基本的には数日程度で排出されるぜ。よかった。排出されるまでは地獄の苦しみだし、腸閉塞などの後遺症が出ることもある。薬は基本的に効かないから、取り除くとしたら手術しかないけどな。怖すぎる。クジラにもアニサキスが寄生するの？その通りだ。アニサキスの最終宿主は主にクジラ類なんだぜ。最終宿主？要はクジラに寄生するのを最終目標として様々な魚に寄生していくんだ。ほうほう。生まれたアニサキスの卵はオキアミなどの甲殻類に寄生し、それが中間宿主であるサバやアジなどの魚類やイカなどへ移っていく。中間宿主の中でアニサキスは成長し、最後はクジラに寄生するってわけだな。
そこまで来るとだいぶ大きくなってそうね。こうしてクジラに寄生したアニサキスは消化管から体内に侵入して成虫となり、海の中に卵を放出するんだ。そこからまたオキアミとかに寄生してどんどん数を増やしていくのね。東京にある国立科学博物館で、アニサキスに寄生されたミンククジラの胃や腸が展示されているが、かなりの長さと量の線虫で埋め尽くされているんだぜ。ひえー、怖い。それだけ寄生されていたら、クジラも相当苦しいんじゃないのかしら。そんなことはないと思うぜ。アニサキスを含む寄生虫は、宿主に対して悪さはしないんだ。人間にアニサキス症が発症するのは、そもそも本来の宿主ではないから、アニサキス自体が抜け出すために動き暴れるせいなんだ。なるほど、人間の方が例外ってことなのね。それからこんな面白い調査があるぜ。1999年にアニサキスは食中毒の原因物質に指定され、2012年以降にはアニサキス症の報告が急増したんだが、これはクジラの数が増えたことが原因の一つ、と考えられているぜ。ほう、どうして?最終宿主であるクジラが増えれば、それだけ放出されるアニサキスの量も増える。そして寄生される魚類が多くなり、人間が口にする機会も同時に多くなる。ってことだな。なるほど。生魚の流通が増えたことも要因と考えられているから、一概に断定はできないんだけどな。でも日本では昔から生魚は食べられていたんじゃないの?昔から日本には生食文化はあったが、流通の発達により、鮮度の高い生食用サンマなどが生まれ、食べられるようになってからアニサキス症も増えたんだ。今までよりもアニサキスに寄生されている魚の生食が増えたってことね。アニサキスは冷凍の環境下では死滅するから、不安な人は冷凍をしてから食べるのをおすすめする。人間を苦しめる寄生虫が、クジラを目指して寄生してたなんて知らなかったわね。最後に紹介するのはクジラジラミだ。シラミって、虫のシラミ?こいつもシラミって名前を持ってはいるが、実際は甲殻類なんだぜ。また甲殻類なのね。どんな見た目をしているのかしら?クジラジラミは横エビなどの禁煙種で、見た目はいかにも甲殻類っぽい感じなんだぜ。ほうほう、カニっぽい見た目だわ。こいつがクジラ一頭あたり1万匹は寄生しているんだ。1万、びっしりだわ。でもそうなると人間にも見えるくらい密集してるんじゃない?そうだな、おそらく霊夢もクジラの画像などで見たことがあると思うぜ。多分見たことないわよ。セミクジラにはカロシテという斑紋があるんだ。あ、それは見たことあるわ。白い模様みたいなやつよね。これは本来かさぶたになって剥がれ落ちる古い皮膚が少しずつ積み重なってできたものなんだぜ。あれってかさぶただったのね。本来のカロシテは灰色をしているんだ。その白色はすべてクジラジラミの色なんだ。じゃあカロシテにくっついてるってこと?その通りだぜ。クジラジラミ自体は泳ぐことはできないから、子育ての時に子クジラに寄生して、それがどんどん連鎖していくと考えられている。ひえー、キモいわ。一部のクジラはブリーチングという大きなジャンプをするが、これもさっき言った赤すり行動に似ていて、大量に寄生している生物を払い落とすために行うと考えられているんだ。なるほど、泳いでるだけじゃ取り払えないのね。それから、クジラジラミの寄生対象は様々でな。マッコウクジラの場合はオスとメスで別のクジラジラミが寄生していたりもするんだ。その生態は実際よくわかっていないってわけだぜ。オニフジツボとかもそうだけど、大量に寄生されていたらかゆそうだわ。ただクジラが利用されているように見えるわね。ところがそうでもない可能性があるぜ。カロシテには硬い毛が生えていて、これには周囲の獲物の動きを捉える役割があるんだが、クジラジラミはその能力を補強していると考えられているんだ。へえ、それなら共存していていいわね。そしてクジラジラミは人間の利益にもなってるんだぜ。ほう?というと?クジラの研究に役立っているんだ。クジラジラミを調べるとクジラのことがわかるの?そうなんだぜ。セミクジラはさっき言った白く見えるクジラジラミ以外にも、カロシテの深いところに寄生する種類や、オレンジ色の種類が寄生しているんだ。3種類も寄生しているのね。クジラを生態で研究するのは難しいが、3種のクジラジラミの遺伝子の違いなどから、それぞれの種の変遷を調べることができるんだぜ。確かにクジラジラミを調べるのは研究所の机でもできるもんね。非常に稀なケースでは打ち上げられたセミクジラに、ザトウクジラに寄生するクジラジラミが寄生していたことがあるんだ。おそらくそのセミクジラの個体はザトウクジラに育てられたんじゃないか、と推察されているんだぜ。他の種類のクジラを育てる可能性があるっていうのが、クジラジラミからわかるなんてすごいわ。他にクジラジラミに関するエピソードだと、野生のコククジラがホエールウォッチングのツアーボートの船長に、クジラジラミを取ってもらうことがあったんだぜ。ほう?あるツアーボートの船長が近寄ってきたコククジラのクジラジラミを一度取ってやると、それからボートが通るたびに近寄ってきて顔を出すようになったんだ。もしかしてクジラジラミを取ってもらえて気持ちよかったのかしら?
クジラジラミがついている場所を近づけてくるから、おそらく取ってもらいたいと思っていると考えられるぜ。クジラって頭が良いと言うけど、そんなほっこりエピソードがあるなんて素敵だわ。クジラジラミの研究が進めば、まだまだ謎の多いクジラや海生哺乳類の研究も進むと思うぜ。どんどん進んでいってほしいわね。というわけで今回はクジラに寄生する生物を3つ紹介したぜ。寄生が全て悪いことではないっていうのが分かったし、クジラ自体の研究の手助けにもなってるのが意外だったわ。アニサキスのような人間には害がある寄生虫も、最終宿主の中では無害なのも意外だよな。確かにね。見た目はめっちゃキモいけどね。今後様々な研究が進んでいって、クジラの生態がもっと分かっていくのが楽しみだぜ。というわけで、今回の動画はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。